皆さんおはようございますただいまから礼拝を始めますはじめに総楽をしていただきますので黙祷いたしましょう 正詩マタイの福音書11章28節から30節すべて疲れた人重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているからあなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝きは負いやすく。 私のには軽いからです。ではご一緒に賛美をいたしましょう。賛美歌三百十二番、賛美歌三百十二番、慈しみ深きをご一緒にお歌いし主を褒め讃たたえましょう。 一緒に主の祈り天にまします我らの父よ願わくは皆を崇めさせたまえ御国を来たらせたまえ御心の天になるごとく地にもなさせたまえ我らの日曜の糧を今日も与えたまえ我らに罪を犯す者を 我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなりあめ続いて「使徒信条」をご一緒に告白いたします使徒信条 我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女・マリアより生まれ、本郷・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、 全能の父なる神の右に座したまえり賢より来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん我は精霊を信ず聖なる行動の境界生徒の交わり罪の許し体のよみがえりとこしえの命を信ずアーメンではお祈りいたします 愛する天皇父様あなたの尊い身を崇めて賛美いたします優ぐる一週間もあなたのご愛のうちに私たちをお導きくださり憐れんでくださったことを覚え心から感謝いたしますどうぞすべてを治めておられる王の王主の主であるあなたの皆が褒めた,たえられますように私たちもあなたから伝えた数々の恵みを何一つ忘れることなく感謝を持ってあなたの御前に近づかせていただきます また賛美秒もってあなたの身元に参ります。どうぞ主よ私たちが捧げるこの礼拝をあなたがお受けくださいますように。どうぞしよう、あなたの皆だけが全地であがめられますように。あなたこそ賛秒を受けるにふさわしいお方。あなたこそ礼拝を受けるにふさわしいお方です。どうぞ私たちも、今一度、王の王、主の主である私たちの天の父なる神様が、今共にいてくださることを覚えて、 心からの礼拝を捧げますどうぞしよう私たちの心が今一度整えられてあなたと深く交わることができますようにお導きくださいまだ新型コロナウイルスの感染が非常に広がっている状態であります今週もオンライン礼拝ということになっておりますけれどもそれぞれのところで兄弟姉妹が捧げる礼拝を主がお受けくださいあなたはどこにいても 変わることなく私たちを見捨てることなく共に歩んでくださるお方私たちを励まし導いてくださるお方であることを褒め称えますどうぞお一人お一人がこのオンライン礼拝を通しても力づけられますように主よまた、えー、教会での交わりが非常に難しくなっておりますけれども互いに、えー、兄弟姉妹のことを覚えまた、えー、支え合っていくことができますように 祈りをもってつながっていくことができますように、主よ、憐れんでください。えー、今、本当に困難の中にあるお一人お一人のことを覚えます。どうぞ、そのお一人お一人にあなたが今届いてくださいますように、病の中にある方の上に、試みの中にある試みの中にある方の上に、あなたの慰めと平安が、癒しが与えられますようにお願いいたします。また、世界情勢を見ても非常に緊迫してまいりました。 どうぞ、主の平和がありますように、どうぞ、えー、罪を犯すことがないよう、えー、あなたの導きを与えてくださって、主が共にいてくださること、また平和が与えられることを私たちは待ち望みます。主よ、どうぞ、憐れんでください。また一日も早いこの感染も収束して、みんなが喜んで、安心して集うことができますように導いてください。 このような困難の中でもあなたを礼拝できますこと感謝します。あなたは私たちを支えてくださるお方、数々の恵みをもって私たちを養ってくださるお方。主よ、あなたの皆がこの全地で崇められますように。尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメンでは聖書を拝読いたします。 本日の聖書箇所はコリント人への手紙第二六章十一節から十八節です。コリント人への手紙第二六章十一節から十八節拝読します。コリントの人たち、私たちはあなた方に包み隠すことなく話しました。 私たちの心は広く開かれています。あなた方は私たちの中の制約を受けているのではなく、自分の心で自分を窮屈にしているのです。私は自分の子供に対するように言います。それに報いてあなた方の方でも心を広くしてください。不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません。 正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました。私は彼らの間に住み、 また歩む「私は彼らの神となり彼らは私の民となる」「それゆえ彼らの中から出てゆき彼らと分離せよ」と主は言われる「汚れたものに触れないようにせよ」「そうすれば私はあなた方を受け入れ私はあなた方の父となりあなた方は私の息子娘となる」と全能の主が言われる。 はい、以上ですでは、えー、御言葉を取り継がせていただきますお祈りいたします天のお父様あなたの皆を賛美いたしますこれから御言葉を開かせていただきますどうぞ今日の御言葉も主ご自身がお語りください私たち一人一人に命の御言葉を与え真理の光を与えてください このようにあって私たちがなすべきこと、どうぞ主ご自身が今お一人お一人に御霊によって語ってください。この下辺を十字架の陰に隠してくださって、主の栄光だけを表してくださいますようにお願いいたします。一切を見て乳だね、尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン、えー、今日は不信者との関わりというテーマです。不信者との関わりです。 ここでいう不信者というのはイエス様が神の御子キリストであるそのように聞いたとしても信じないで逆にイエス様に敵対して神様の御言葉に反した生き方をするような人たちのことですねそのような人たちそれが不信者ですまだ福音を聞いていない人また聞いたけれどもまだイエス様を信じることはできない人 どうしようかなって迷っている人たち、えー、あえて敵対するようなことをしないような人たちですね、そのような人たちは、えー、このここに言う不信者には含まれていませんので、えー、注意していただきたいと思います。えー、ただ、この世にいる限りなんですが、罪を犯していると分かっていても、行いを改めない不信者という人たちと、関わりを持つことがあります。これは避けられないことですね。 そのような反キリスト的な教えに従う人たちそのような人たちとの関わりについて今日は御言葉から学ばせていただいて真理の道を歩み続けたいと願っておりますでは聖書もう一度お読みいたします「コリントビトへの手紙第2」「コリント人への手紙第2」「六章11節から18節ですが」 十一節から十三節をまず拝読いたします11節から13節拝読しますコリントの人たち私たちはあなた方に包み隠すことなく話しました私たちの心は広く開かれています あなた方は私たちの中で制約を受けているのではなく自分の心で自分を窮屈にしているのです私は自分の子供に対するように言いますそれに報いてあなた方の方でも心を広くしてください、はい、パウロはいつもキリストの福音を 語り続けましたどんな困難な中にあってもまたどこに行ってもいつも同じようにキリストの福音を語り続けましたそしてイエス様を信じた人々には神様の子供としてどのように生きるべきなのかということを御言葉からしっかりと教えていたんですねそして神様の子供たちに約束されている恵み それを何一つ包み隠すことなく話をしました。この先何があるのか、あなた方には何が約束されているのか、またどのような戒めがあるのか、神様が喜ばれること、忌み嫌うこと、そのようなことを何一つ隠すことなくしっかりと話してくれたんですね。確かにその教えというのは聞く側にとっては非常に嬉しいこともたくさんあります。 あなた方の罪は許された。あなた方はもはや罪人ではない。あなた方は神様の子供です。日々恵みがあります。恵みは日々新しい。そしてあなた方はイエス・キリストに似たものと変えられていきます。天の御国は約束されています。そう言われて、ね、非常に嬉しいですよね。もう安心もします。ところが、ところが、今まで、えー、このようにやってさまざまな罪,罪を犯してきた者にとって、 聖書の御言葉は時ととしして厳しく感じることがあります私たちもね思い当たるところたくさんあるかもしれませんね。御言葉によってうわこんなことを言われるんだこれをやめないといけないんだこんなことを私にはできませんって常に思うような御言葉に出会うかもしれません。本当ならね本当ならそういう厳しい言葉を悔い改めなさいとかあなたは罪を犯してとかねそういうのはねパウロ自身も言いたくなかったかもしれません。 しかし、神様の御心、それを包み隠すことなく語ったんですね。そして、えー、一人一人が、神様の子供として成長してほしい。そして、神様が備えてくださっている祝福を余すところなく受け継いでほしい。そう願って、すべてのこと、嬉しいことも、悲しいことも、厳しいことも、 てて愛を持って語りましたしかしパウロがいる間は良かったかもしれませんがパウロがコリントを離れてそしてしばらくするとコリントの人たち彼らの中にもやはり悪い教えが入り込んできますそしてコリントの人たちはパウロが語った神様の御言葉から離れてしまいそうになっている ということを教会の人たちから聞くようになったんですね。そしてパウロは手紙を書き送って叱責しまた励まして真理の道に立ち返るようにと導いています。彼らの中にはパウルのことを「あれは使徒ではない」そのように言う人たちもありました。でですがそれでもパウロは 彼らを決して見捨てることはしませんでした。彼らの方が心を閉ざしてしまったとしても、パウロは決して心を閉ざすことはありません。私たちの心は広く開かれていると、ずっとあなた方に対して心を開いているんだということをパウロは語っていますね。パウロを認めない人たち、彼らは え見言葉に従うことは窮屈に感じていた人たちそんな人たちもいたかもしれませんえ今までの生活とは違った教えですからこんなこともできないよって今までやってきたことの方が楽でいいよってそうして反抗するような人もいたかもしれませんこういうのはあの現代でもやはり同じようなことを言えますね窮屈に感じるということはあります あの私たちもよく耳にしないでしょうかねあの、キリスト教を信じたら、教会に行くようになったら、もうあれもできない、これもできないで、えー、いろんな遊びができないんじゃないか、またあれをしなければならない、これをしなければならない、礼拝に行かなければならないとかね、いろんなねばならないとかね、そういうので縛られて、えー、窮屈になってしまう、もう自分の思うようにできなくなってしまう、だから教会行きたくないんだって、そのように言う人がいる。 それとやはり同じようなことはもう今からもう何千年前に2000年近く前のこのコリントン教会でもやはりあったわけです。心を窮屈にしてしまうということはあったんですよね。しかしそのような制約を受けているそう感じるのは自分の心で自分を窮屈にしているんだとパウロは教えています。えー、神様の御言葉は 私たちに自由を与えてくれます私たちを自由にします。しかしそれが窮屈に感じるのは自分の心で自分を窮屈にしているんですよと教えているんですね。パウロは信、えー、徒が悪い習慣や間違った教えによって恵みを無駄にすることはないように本当に切に願っているわけです。ですから心を広くして、 もう一度神様の恵みを思い出して御言葉に従うようにと進めています14節から18節お読みいたします14節不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう 光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょうキリストとベリアルとに何の調和があるでしょう信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、 彼らは私の民となる。それゆえ彼らの中から出て行き彼らと分離せよ」と主は言われる「汚れたものに触れないようにせよそうすれば私はあなた方を受け入れ私はあなた方の父となりあなた方は私の息子娘となる」と全能の主が言われる。 えー、ここでパウロは彼らが間違った教えに従って真理から離れ罪の道に歩もうとしていることをそれに警告を発しています。えー、彼らは信徒であるにもかかわらず不信者たち、えー、つまりこれはイエス様を信じないで逆らう逆らった行いをする人たちですねそんな人たちと一緒に行動しようとしていたと考えられますね。 このようにいる限りさまざまな人と関わりを持ちます。しかし自分から積極的に不信者とつながりを持ち不信者と一緒に行動するようなことは行動するようなことをしていけませんとパウロは警告をしています。正義と不法とには全く接点はありません。 神様がが義ととしててくださっった神徒が不法なことを行ってはいけません。神様はイエス・キリストの恵みによって一人一人を「あなた方は義である」と認めてくださったにもかかわらず「訃報を行ってはいけないんだ」と言ってますね。また光が暗闇に対して交わりを持つようなこともありません。光と暗闇が一緒に 行動すするようななここととはありえないことですねそのようにキリストが悪魔であるベリアルに対して調和を働きかけるようなことは決してありません全く想像できないことですね、えー、キリストが悪魔と話をしに行く仲良くしようよって話をしに行くそんなことはありえないですよねそのように信者が不信者不 <laughs> 信者不信者 と、えー、こう何の関わりもなく信者と不信者は何の関わりもないんだ。一緒に神様の恵みを受けることはない。だから不信者と一緒に行動してはならないんだと命じています。信者がイエス様を信じた人たちが神様の子供が不信者と一緒に何かあっても彼らの行いを 罪ある行いをしたとしてもあなた方に何の恵みもありませんよただ罪を犯しているだけですよとだからそれからは離れなさい罪から離れなさいとそのように教えられているわけですねさらにイエス様を信じた人は生ける神の宮であると教えています、えー、だからこそ信徒は偶像と何の関係もありません 自分が生ける神の宮ということなんですがもう本当に信じられないことですね私たちが神様の宮私たちのうちに神様が住んでくださる本当にそんなことあるんだろうかそのように思いますけどもパウロは神様の御言葉を引用して神様ご自身が信との間に住んでくださり信とのうちに歩んでくださり私たちと共にいてくださるんだと 約束しててくださっているそして罪から離れて神様の民として神様の子供として歩むことを命じていますこのようにいる限り私たちは不信者との関わりそれは避けることができませんどうしてもこの世の中には イエス・キリストに逆らう人はいます特に日本では、えー、キリスト教を信じる人たちイエス様の弟子たちは非常に少ない状況ですですから、えー、全く、えー、クリスチャンだけで信徒だけで交わり持つそのように生活を続けるということは困難なことですしかしそのような不信者との関わりそれはこの世にあっては 避けられないことではあるんですが彼らの行いに同調するかしないかは自分で決めることができますその人に会うこと話をすることそれはもう仕方のないことです一緒に何かすることになるそれ,もそれも仕方のないことですしかし彼らの悪い行いですね彼らが罪を犯す 神様に逆らった行いをするその行いに同調するかどうかは自分で決めることができます彼らが良い行いをしようとしている場合には全く問題ありませんしかし罪を犯そうとしていることは分かっているのにそれに同調するかどうかそれは私たちの方で決めることができますこれはイエス様が この世をどのように歩んでくださったかということを思い出していただくと非常に分かりやすいと思いますね。イエス様は罪に対しては厳しく非難されました。しかし、罪人の友となってくださいました。パウロもイエス様を迫害していた不信者だったんですね。はじめはそのようなものでした。ナザレのイエスは決してキリストではないと。 ののように迫害していたものでしたですがそのパウロが救いに預かって使徒として使わされました私たちもこの世でさまざまな人に出会いますがこの人は信徒だからいい人だ信徒でないから悪い人だそのように決めて信、えー、徒ではない人と関わりを持たなくする避けてしまうそんな必要は全くありません 注意すべきことは不信者の行いです悪い行いを自分から取り入れないようにするということです神様の子供がなすべき行いと罪人の行いは決して釣り合いませんそれなのに自分から釣り合わない行いを一緒にしてはいけません私たちもイエス様がなさったように 罪人の友となって人々に関わりますが何が神様の意味嫌われることであるのかということをよく考えて私たちはこのようにあって地の塩として働きを続けていきたいと願います。お祈りりいいたしまます不信者と釣り合わぬ首輝を一緒につけけてはいけません 愛すす。る天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえます今日は私たちがこのようにあって、えー、不信者とどのように関わるべきなのかということを教えられました。その人自身を避けるのではない。私たちは不信者の行いを避けるべきである。その行いと全く私たちの行いは決して釣り合うことはない。そのようなものを一緒にしてはならないんだ。 一一緒に罪をを犯ししてはならなららいいんだととううことをもう一度教えられましたかえってイエス様がこの世にあって罪人,と罪人の友となってくださったように多くの人々に神様の愛を持って、えー、歩むことができますようにそして世の光として地の塩として罪を犯している人たちにもまことの光を示すことができますように。 主がどうぞ導いてください今非常に、えー、混乱した世の中です暗闇の世の中ですしかしこの暗闇,を暗闇も光には打ち勝つことはできませんイエス・キリストの光は暗闇に輝きますどうぞ私たちもあなたからの愛と恵みをいただきこの世にあってイエス・キリストを指し示すものとして 主がどうぞ用いてください主よありがとうございます今日の御言葉の恵みを感謝し尊いイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメンではしばらくご一緒にお祈りいたしましょう じゃ、賛美をいたしましょう。聖歌五百七十七番、聖なるものとご一緒を歌いし、主を褒めたたえましょう。 では、現金をお下げいたします。<laughs> 賛美歌五百四十七番、今探る一節をお答えし。えー、お下げいたしましょう。 天の父様、あなたの皆を賛美いたします。あなたから数々の恵みを日々いただいていることを感謝します。私たちはその恵みを忘れやすいものですが、今一度あなたから与えられたことを一つ一つ数え、感謝を持ってお捧げいたします。感謝を持ってあなたにお返しいたします。どうぞ今お捧げしたものも、主が豊かに用いてくださいますように、御国のために豊かに祝福し、用いてください。 お下げくださったお一人お一人に主が豊かにお報いください。尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメンではお立ちいただける方はお立ちいただきまして、庄栄父、巫女、御霊のお歌いし、祝祷いたします。 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。 どうぞお座りください。では、えー、以上をもちまして本日の礼拝を終了いたします。どうもありがとうございました。